なあ、アスカ、このシャツ、ストライプと黒、どっちがいいと思う？え、うん、右の黒い方がディゴには似合うんじゃないか。オッケー、じゃあ黒にするか。いいのか？俺の意見で決めて。お前のセンス、嫌いじゃないからな。そっか。それにだ、恋人が似合うって言ってくれたんだ。嬉しいに決まってるだろ。バカ、人前でそういうこと言うな。嬉しいくせに。俺はお前みたいに開き直れない。お前のそういう慣れないところ可愛いぜ。だから言うなって。お、あそこに飾ってあるシャツも面白いな。うん、この柄もいいし、そっちのシャツも襟の形がいいんじゃないかな。そんなに買ったって全部着れないだろ。バーグ、俺じゃなくてお前にだよ。おら、え、俺はいい。カラフルなのも落ち着かないし。これなら似合う。鏡の前で合わせてみろよ。ああ、ついでにこれとこれとこれと、うん、これも試着してみろ。こんなに？無理だよ。ドラマ CD スティールファーストミッション、サイドリオ。ありがとうございました。またいらしてください。ああ、久しぶりにドカッと買い物したな。これだけ買うと気持ちいいぜ。なあ、アスカ、お前、それだけで本当に良かったのか？ああ、欲しくなったら買いに来るから。そうだな、また一緒に来ようぜ。うん。じゃ、飯でも食うか。何がいい？そうだな、前にディオが連れてってくれたイタリアンが美味しかったから。ともひさくん？うん？ディオ？うわー、やっぱりともひさくんだ。久しぶり、元気だったか？お前ら、アスカ、ちょっと待っててくれ。あ、うん。誰だろう、俺たちと同い年くらいだけど。連絡が取れなくなってどうしたんだろうって心配したんだぜ。そうそう、いきなり学校に来なくなっただろ。ごめんな、急にイタリアに帰ることになってさ。今も旅行で日本に来てるだけなんだよ。え、ディオ、なんでそんな嘘を？私たちも修学旅行だったんだよ。すごい偶然だな。ほんと、びっくりしたよ。また地元にも遊びに来いよ、みんな待ってるからさ。ああ、またそのうちな。ああ、そろそろ集合時間だ。じゃあまたな。ああ、急がなきゃまずいよ。今のって中学時代のクラスメートだよ。こんなところで会うなんてな。中学は日本だったっていうのは本当だったんだ。あのな、何でもかんでも嘘つくわけじゃねえぞ俺は。お袋の実家が岡山にあってさ、そこに隠れてたんだよ。隠れて？誰から？ホークから。小さい港町で海が綺麗なところだったぜ。でま、海しかなかったけどよ。お前のこと友久くんって呼んでた。あいつらくらいだな、俺をそう呼ぶのは。そうなのか。一年ちょっとしかいなかったのに、あいつら俺のことをよく覚えてたよな。ディオ、ホークから逃れてた間どんな気持ちで過ごしてたんだろう。俺と会う前のディオはどんな顔で、誰とどんな風に喋ってたんだろう。どうした、アスカ？あ、うん、いや、その、友久くん。アスカ。なんか不思議な感じだな。よせよ。え？お前にその名前で呼ばれたくない。ディオ。どうしたの、アスカチン、
ため息ばっかついて。全然食べてないじゃないですか。腹壊したっすか？いや、大丈夫。その思わせぶりなため息はズバリ恋煩いでしょう。恋煩い？マトリさん、何をいきなり。バレバレですよ。リオと何かあったんですか？そういえば昨日も二人で出かけてたよね。いや、大したことじゃないんだけど。もしかしてリオの友達や誰かに堂々と俺の恋人だって紹介してもらえなくて拗ねてるとか？拗ねたりはしてません。別にどう紹介されても構わないし。え、本当にリオの友達に会ったんですか？あ、はい。昨日偶然リオの中学時代のクラスメートに会って。中学の時のダッチ？マジっすか？うわ、俺待ってみて。確かにちょっと興味ありますね。ねえ、どんな感じだった？あ、どこまで話していいんだ。ホークとディオの間にあった出来事は俺しか知らないはずだ。アスカ、どうしました？友久くんって呼ばれてた。友久くんだってウケる。てめえ、兄貴の名前で笑ってんじゃねえ。ごめんってば。でもさ、友久とかディオに似合わなくない？うん、俺の知らない人みたいだった。アスカ、だからあんた寂しかったんじゃありません？え、俺だって寂しいっすよ。バーカ、お前とアスカチンを一緒にすんなっつーの。どうせお前なんか仲間外れにされて寂しいっすぐらいのもんだろ。それの何が悪いんだよ。全然違うっつーの。好きな相手に自分の知らない面があったっていう、もっと繊細な感情なわけよ。わかる？ってかわかれよ。アスカ先輩、ヒロが濃い。いや、二人とも違うんだ。寂しいとかそういうんじゃなくて。なーに、ギャーギャー騒いでんだよ、お前ら。食堂の外まで聞こえてるぞ。あ、ディオ。隣、いいか？うん。ご登場遅いですよ、友久くん。あ、その呼び方は勘弁してくれよ、マトリさん。俺らしくねえだろ。確かに、あんたはやっぱディオって呼ばれてる方がしっくりきますもんね。だろ。ちょっと飯買ってくる。ちょっとアスカ、あの呼び方地雷だったんじゃないですか？そうならそうと言ってくださいよ。すみません。でもまさかマトリさんがいきなり言うとは思わなかったから。そうだよ、今のはマトリさんが悪いよ。は、兄貴どうした？出てっちゃったみたいっす。そんなに嫌だったのかな。すみませんね、アスカ、俺が余計なこと言って。マトリさんのせいじゃありません。俺が。アスカチンのせいでもないよ。ディオが勝手なだけじゃん。でもディオには理由があるんだ、きっと。どんな？知ってるの、アスカチン？知らないけど。でもねえ、アスカチンってば、時々ディオに優しすぎるよ。え、理由教えてほしいんでしょ？ディオってさ、ずるい性格だから自分に都合の悪いことはわざわざ言わない。言いたいことしか言わないよ。兄貴はずるくねえべ。賢いだけですよね。まあ痛い腹を探られたくないから黙るっていうのは普通だと思いますけどね。でもそれって結局隠してるってことじゃん。いいんじゃないですか、隠し事くらいあっても。ねえアスカ。え、アスカチンはそれでいいの？いいわけじゃないけど、でも俺が知りたいからって言いたくないことを無理に言わせるのは。いいの、それが恋人同士ってもんでしょ。そうなのか？そうなの。よし、ディオが適当なこと言ってごまかせないようにいい場所セッティングしてあげる。だからアスカチン頑張って。俺も大好きな先輩と兄貴のために一肌脱ぐっすよ。今回は俺にもちょっと責任がありますからね。協力しますよ。ありがとうございます。